すごい。そんなに分厚いの？いや台本見てみたいさ、はい、ジブリの台本見たことない。ない。うーわー、え、これ見せて平気なんすか？うわー、カッペちゃんのルフィってのもありえたかもしれないんだよね。やってみてとか言って、さすが三ツ矢さん、絶対僕言えないっすもん。さすがっすね。声優コレクション、カッペさんといえば、うん、ワンピースのウソップあるんですけども、うん、ワンピースは三ツ矢さんと僕も出演させていただいております、はい、はい、僕はあのピータというとてつもなく高い声ですね。だから最初にやったらとんがりよりも高い声でって言われてピーってやったらもっとピーピーでも本当にね、演技に幅がなくなる。見た目はワンピの中で一番でかいんだよ。今まで城壁男なんだ。大ちゃんはどんな役やったの？僕はですね、逆にかっこいいのやってるんですよ。またユースタスキッドって言いまして、かっこいいやつ、かっこいいやつ、ね、もっと低い声、もっと低い声つって、もうみんなに言われるのがなんでお前がやってんのって言われるぐらいもっと会う人いるだろうって言われるんですけどね、きっとすごい低いよね。例えば俺たちは俺たちの道を行くみたいな、そうそうそう、もう無理してますみたいな喉痛めてます。それで戦うから大変なんだよね。めっちゃ大きな声出すんですよこの人。これちなみにどうやって決まったんですか？ウソップはあのオーディションなしでした。オファーできました。はい、あのなぜかというとその前にですね、ルフィで落ちました。ああルフィで受けたんだけど、はい、ルフィではダメだったんだけど、でウソップでオファーが来たか、直接来たんだ。じゃあひょっとしたら、はい、カッペちゃんのルフィってのもあり得たかもしれないんだよね。いや何番分の1かで。めちゃくちゃやりたかったですけどね。そりゃそうだよね。ルフィのやってみて、やってみてとか、やってみて、さすが三ツ矢さん、そんな一言で絶対僕言えないっすもん。さすがっすね。やってみて自分で、うん、え、ちょっと待ってください。見ました今。いやプロデューサー超えてますよ。オーディションだよもう完全に。ちょっと、でもな、まあ、ちょっとやってみましょうか。いいですか？海賊王に俺はなる。あ、これ真由美さんだ。どうしてもイメージが田中真由美。もう二週なんで聞いてるの。確かに。ちょっと話変えましょう。はいはい。ライングループとかあるんですかね。ワンピー？ワンピー。あるあるある。ワンピー。だからもうキャストもスタッフも全部もうワンのラインで。ごちゃごちゃで。はい。ね。もう誰が誕生日になると大変。んうん。真由美の誕生日なんかボーリング場でやったんだよね。ボーリング場でやりました。ちょうどあの原作の小田先生と合わせて100歳になるっていうんで。へえ。なんか中野にあるボーリング場を一つ全部借り切って、そこでボーリングし放題。うん。ボーリングし放題でボーリングで一番いい点取った人にはこんなすごい商品が当たるみたいな。そう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 。うわさすが超かったよ。でもなんかそれ以外でもよくパーティーしますね、うん、その小田先生のうちってなんかたこ焼きパーティーとか、うん、なんかやたら何かあるとすぐ宴しますねやっぱり。まあ今はねご時世だからできてないと思うんですけども、うん、まあね、ちなみにオーディションで受かった作品で最初にオーディションで受かったのは魔女の宅急便です。おー、ジブリ、ジブリ、ジブリが出たよ。いちいち大きいな。入り口がでかいね。なんかもう今ちょっと嫉妬してますよ、さすがの三ツ矢さんも。ジブリは出たことあるんですか、三ツ矢さん？ジブリは僕はね、ないの。僕もないんです。最近割と、うん、あの生の役者さんを使うことが多くなっちゃったので、ね、もちろん声優さんも出てらっしゃるんですけども、はいはいはい、そういう感じでジブリは出たことがないんですけどね、うん、トンボはどうでした？トンボはだからもうそれこそ逆に言うと何にも分かってなかったんで、うん、よかったんだろうなっていう。あ、逆にだから素の良さ、はい、だからもう今時々テレビとかで再放送とかしてるのを見ると、うん、ちょっと自分に聞こえないなみたいな。あ、なんかまだ全然その声優として何もできてないっていうか出来上がってない、うん、真っ白な状態でもさ、なんか日本アカデミー賞も受賞したわけでしょ。行きました、行きました。すごかったんじゃないの？南さんと一緒にその特別賞を受賞した時、まだ宮崎さんが今みたいにこう、あの宮崎さん実はすごい恥ずかしがり屋さんで、うん、だからあので、宮崎さんが僕は行かないって、行きたくないって。やっぱね、近いんですよ距離が。
もうやっぱり宮崎さんって言ってもピンとこないですもん、うん、我々僕ぐらい遠いともう呼び捨てですもんね宮崎駿って、うん、みんなそうでしょ大体宮崎さんって誰だろうって思う大体呼び捨てか先生つけるかどっちかだよね。そうですよね、もう先生宮崎駿先生、はいはい、の代わりに僕と南さんで行くってことになったんですけど、でも本当にだからスーツも持ってないし、だってだから噂によると当時まだスーパーでアルバイトしてた。スーパーでバイトしてた。あのアカデミー賞の授賞式に出るんで早退させてくださいって、お前何言ってんだお前って言われたそりゃそうだそりゃそうだ周りの人はどうかしちゃったんじゃないのこのこと。なんと、はい、今回特別にお宝を持ってきてくださったということなんですけども、はい、何ですか。お宝って言ったらまた台本ですよ、まあ、でも台本、いや台本見てみたいっす、はい、ジブリの台本見たことな い,、はい、ない、うん、これだからもう30すごい、もう、うわ20ともう32年ぐらい前ですかね。え、これ見せて平気なんすか。ヤマト運輸が提携してるんだ。ヤマト運輸、ヤマト運輸だよ。一応ね、魔女の宅急便だから、やっぱりそういうことなの。すごい、手書き台本だ。で昔はね、台本が手書きだったんですよ。だから書く人によってでこう読みにくい字とかありましたね。そうなんです。いやでもすごいですよね。でももう台本のチェックの仕方とかも分かんなかったんで、うん、全部定規で、あの、そう、定規でチェックしてやる。定規で全部線引いて、かえって見にくかったですね。でもね、落ち着いてって書いてあったりかわいい、ここにも落ち着いてって書いてある。ずっと落ち着いて喋る。落ち着いてなかったんだね、きっと。あ、ここは落ち着きすぎって書いてあるやべえな、そんなに熟読されると思わなかった。ワンピースで、うん、ウォーターセブンでのウォーターセブン編、はいはい、の泣きシーンが大好きという声が多いです。はいはい、僕もそうです。なんか名シーン入れたっていう噂だよね。そうそうそう、山口カッペイコール泣きの神様です。泣きの神様何それ。本気の泣きの演技が見られるこちらの企画に参りましょう、はい、泣きすぎくん劇場。まあ、泣きの演技と言ってもですね、はい、怒り泣きですね、はい、怒り泣きって言うんですかね、はい、はい、そして嬉し泣き、あ、嬉し泣き、さまざまなタイプの泣きを詰め込んだですね、はい、激ムズ朗読劇にカッペイさんには挑戦していただきたいと思います。もちろんやってくれますよね、はい配役はご覧の通り。すぐ泣いちゃう泣きすぎくんを演じるカッペイさんはいろんな泣き方を演じ分けることができるのか。ここは都内のある小学校。個性的な生徒が揃うクラスに一人の転校生がやってきた。はい、みんな注目。転校生を紹介します。いや、挨拶して。皆さん、こんにちは。泣きすぎと申します。よろしくお願いします。するとクラスのガキ大将が泣きすぎくんに突っかかった。へえ、俺様が気に食わないやつはクーだ。転校初日になんでこんな目に。ちくしょう、ちくしょう。この恨み晴らさておくべきか。休み時間になり廊下に出るとガキ大将がクラスのマドンナにちょっかいを出していた。なあなあ、今度デート行こうぜ。俺いい公演してんだよ。ちょっとやめてよ、泣きすぎくん助けて。その子を離せよ。さらに怒りがこみ上げてくる。僕はお前みたいな人間が許せない。もっと怒りが男の意地とプライドをかけて、その子は俺が守るんだ。うるせえ転校生、お前はこれでも食らえ。くそ、僕はなんて無力なんだ。誰も助けることができない。しかしそんな泣きすぎくんにチャンスが訪れる。
ガキ大将がよそ見をしている。今のはこれ泣き叫びパンチ。いてしゃあ覚えてる。やったガキ大将を倒すことができた。僕もやればできるんだ。もしよかったら今から僕と公園でデートしない？ごめんなさい。正直、泣きすぎくんはタイプじゃないんだよね。こんな仕打ちってあるのかよ。僕が泣き虫なばかり。この恨み晴らさでおくべきか。はい、おしまい。どうですか、カッペさんは。楽しかったです。楽しかったですか。楽しかったです、ね、だってさ、はい、悔し泣きがあったり怒り泣きがあったり、はい、嬉し泣きがあったりしたわけだから ね、 もうそれを演じ分けられた。しかも演じ分けてないですけどね。小中って書いてあったりするわけ。そうそう、どんどんね、書けば何でもやってくれるって思われちゃってるの私たち。